はい、勝之、今回参画してくれてありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。どうですか、ジュニアと回って。いや、昔を思い出しますね僕もこういう時あったんだなっていうのを。勝之、何歳からゴルフ始めてるの？僕はまあ10歳ぐらいから始めて、うん、まあ、ちゃんとやったのが中3、高校ぐらいからなんで。なるほど。まあ、こうみんな世代じゃないですか。うん、でもどう、最近の世代の子供たち、はい、勝之が始めたぐらいの頃でしょ、はい、だってもはや、いや、もはやそう完成されてるでしょ。最近のジュニアの子本当上手ですよね。僕は10、まあ、20年ぐらい前なんですけど、うん、こんなに上手な子いなかったいや本当そうだよね、はい、いや今から20年前ぐらい、ましては10年前と比べても、はい、今のその日本のジュニアゴルファーのレベルっていうのはすごく高くて、はいはい、本当に世界でもトップクラスのジュニア大国になってきてるからね。日本がですか？そうです。すごい。チームジャパンで取り組んでやってきたっていうのもあるし、はい、まあ、そういう先輩たちがね、みんなこうやって一緒にラウンドしてくれたり、そういうの見てくれるから彼らは、あ、こうなればいいんだなって。貢献してるところですね。そうそうそう、今ものすごいジュニアに貢献してくれてると、はい、今日終わった後ドラゴン大会ありますけど、はい、ぜひですね、やっぱりこう凄みのあるところをそこでも見せてほしいなと思ってます。プロはこんな飛ばすんだぞっていう、そうね、音とか球筋とか見てほしいですね。やっぱね、そこだよね、すごいですね、はい、感動させてあげたいね、孝太郎も見習って飛ばそうね桜井和之プロでした。また後ほどね、別の企画で届いてもらいますから、はい、お願いします。お願いします。今回ですね、プロアマエキシビジョン大会に参加してくれた高橋圭プロです。ありがとうございます。ありがとうございます。圭はですね、何年だろうな、2015年だと思います。15年、はい、15年の世界ジュニアに出場して、その時も左右両方で打つジュニアがいるよっていうので、僕も面白がってそれ打ってってやっていろいろやってたんですけど、はい、今プロの世界でもそれを通してるというかやってるんだよね。はい、まあ一応やってます。14本中2本2本入ってます。2本か1本か2本か1本か、はい、それ普通の状況でも打つ時あるの？まあたまに打ちますね。すごいな。一昨年の日本オープンで9位に入って、もう早く上でシードを取ってほしいなと思ってるんだけど、はい、どうなの、プロの世界に行って。まあやっぱアイアンはそんなに悪くないんですけど、ドライバーで結構今年も苦しんでる感じですね。なるほど。でももうね、早くツアーに出てきて元気な姿見せてほしいんで、はい、みんなのこうね、ジュニアたちのいい手本になるように今日も頑張ってね。はい、ありがとうございます。はい、ということで高橋圭プロです。皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。で、213ぐらいです。213ヤード結構アゲンストだな、左から。はい、げつない技だな。飛んで、よし、すごっどうなの、春は久しぶりにジュニアたちと回って懐かしい感じ。いや、懐かしい感じと、あと元気もらえますね最近のジュニアは一段とうまいだな。うまいですね、びっくりしましたもんパターがもう何も、僕たち結構考えるじゃないですか、まあ、ラインとか。そうだね、考えるんですけど、ジュニアの子たちあんま考えずに打ってくるんで、うん、で結構入ってるんで、僕もちょっと参考にしようかなみたいなそうだよね、はい、考える量が増えても別に上手くなるわけじゃないっていうね。春はだって世界ジュニア何回出たっけ？僕2回ですね。2回、はい、9歳10歳男子と15、18、そうですね、男子の時ね。どう、世界ジュニアのこう思い出っていうのは。思い出ですか？苦い思い出しかないですけどでも最後通りパインズ行けてよかったな。はい、よかったですね。9歳10歳の時にもう一回帰ってこれたらいいなって言ってたんで、それで帰ってこれて。そうだね、はい、またね、こういう機会があったら今のジュニアたちと一緒にラウンドしてくれると嬉しいな、はい、で、近々のこう目標はどこにあるの？目標はまずファースト QT が9月の末から始まるので、うん、そこをまず予選しっかり通過して、まあ、最終的にはファイナルまで行けたらいいな。しっかりファイナルまで行ってね、はい、ツアー出れたらいいなっていう、はい、ね、ぜひそうなるように応援してるから、はい、あの皆さんも応援よろしくお願いします。お願いします。いい球。あんまり風が来なかったですね。はい、カノン、お疲れ様です。お疲れ様です。でももう何年前だろう、3年前、3年前くらいですか。あの当時と比べてどうですか？特に今年は日本アマチュアで2位になって、はい、すごくいいシーズンだと思うんですけど、はい、
今年のこう一番の目標はやっぱりプロテストだよね。そうですね、プロテストに合格することがやっぱ一番の目標ではありますね。そうだよね、はい、そのためにとりあえずアマでキャリアを積んでいるっていう感じだよね、はい、そうですね。世界ジュニアのあの戦績を持ってすれば本当はすぐパッと受かってほしいっていうところはあるんだけど、はい、それこそね、大林直央ちゃんもう世界ジュニア勝ったけど簡単にはプロテスト通らないっていうぐらいトップにいても違うでしょ、はい、別物でしょ、はい、違いますね全然。どうなの、テストの難しさって何が難しいのやっぱり。何が難しい、もうやっぱり一番は気持ちですよね。気持ちが持っていけるかどうか、その最終テストの時に強い気持ちで4日間こう戦い切れるかどうか、はい、めげない気持ちとか勇気とかこうやっぱどんどん触れなくなってくるんで、うん、怖くて、うん、勇気を持つことが一番の課題っていうか自分の中で課題かなって、はい、そうだよね。だ今日は子供たちからじゃ あの勇気をもらって、はい、もうパターとか見てたら勇気しかないんで勇気しかないそうだよね、もう入るリスクとか考えてないよね、はい、もう入ることしか考えてないんで、そこがやっぱり一番、はい、得られることかなとは思うから、う、ね、ぜひ子どもたちにね逆にいい刺激ももらいつつ、はい、いい刺激を与えるような、はい、プレーを期待してま す, ます、はい、ありがとうございます、はい、中村須賀野選手でした。皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。しょう、しょう、はい、まゆ、去年に引き続きですね、今回もジュニアのエキシビジョン大会に参加してくれてありがとう。はい、こちらこそありがとうございます今年はツアーにも結構出れてるじゃない、うん、はい、みんなね、今ここにいる子供たちとかこれ見てくれてる、うん、ジュニアゴルファーにプロになるために、まあ、もしくはなった後に何が必要だって感じる、うん、今自分で戦ってて。いや、今日回った子たちにやっぱゴルフ好きかっていうのを話したんですよ、うん、やっぱりすっごいゴルフ大好きっていうのを言ってて、うん、なんかそれは私も持っときたいなっていうのもあったし、うん、やっぱゴルフ好きっていうのがあるからこそ頑張れるなって私は勉強させられました逆にね逆にね、はい、ここ何年ぐらいだろうな、3年ぐらいかな、うん、なんかねジュニアの感じはすごい随分カラッと変わってきてて、うん、昔はやらされてた感が強い子が多かったけど、うん、はい、最近のジュニアって基本ゴルフ好きな子が増えたなって感じる、うん、なんか練習も楽しいとか、うん、なんか空いてる時間があったら、うん、まあ、ゴルフっていうか練習するって聞いて、うん、なんかやっぱ大事なのはやっぱゴルフ楽しんだりとか楽しむのも大事だと思うんですけど、うん、なんか自分からやりたいとか、うん、ボール打ちたいっていう気持ちがやっぱ大事なんだなって思いました、はい、すごいなんかすごい勉強になりましたすごい勉強になりました、はい、私がじゃあジュニアの頃は逆にゴルフに対してそんなにゴルフ大好きみたいな感じじゃなかったってこと。もちろんゴルフは大好きでしたし、うん、楽しいと思ってたんですけれども、うん、その一緒に回った子が中学1年生と小学6年生だったんですけど、うん、私はその中学1年生とか2年生ぐらいの時、同じ時期の時は楽しいというよりかはやってるから日常みたいな感じで過ごしてたんで、うん、はいはいはい、楽しいというよりかはって感じだったんで、なんかその楽しいとかゴルフ学校行くのに理由があるのみたいな、そういう感じだったってことね、はい、別に楽しいけど、はい、じゃあそういう感じだったね、うん、それを聞いて、え、なんかすごいな、すごいなというかなんか私に今必要なのはそれも大事だなっていうのがすごい分かりました。すごい学びが多いねいや本当でもそうだと思います、うん、本当ジュニアの子に伝えたいことっていうのはね、やっぱ多くの練習をやらないとまず上手くならないのは大前提なんだけど、うん、はい、それがやらされてるのか前向きにやってるのかによって結果は全然違うっていうことだよね、うん、だからそこに関しては先輩が言ってる通りだと思います、はい、なのでぜひですね、楽しみながらしっかり練習してもらえればなと思います。そうですね、まあ、もじゃあこれからしっかり、ね、はい、ツアーに向けて楽しみながら全力で練習してください。頑張ります、ね、じゃあ応援よろしくお願いします。お願いします。はい、カリン、今回ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。どうですか、久しぶりに子供たちとというか自分より下の、はい、ジュニアと回って。最近はそういう機会があんまりなかったんで、うん、すごいちっちゃい子たちと生まれてすごい癒されるし、こう刺激にもなりますね。やっぱりこう、そうだよね、ショートゲームとかもうまいし。そうだよね、はい、まだだからプロ宣言してないから、はい、一応こうアマっていうことを、はい、ことだよね。はい、そうです。今年のこう最大の目標は何ですか。はい、プロテスト合格して、うん、QT でこう来年のツアーの出場権を取りたいと思います。うん、そうだね、
どうでもプロテスト、私から今こう、はい、受けてる当事者からどう感じる、はい、ってプロテスト。まだ今年は2時からなんで、うん、ちょっとまだ2時までも時間があるので、うん、まだなんか実感は湧いてないんですけど。あ、そうなんだ。はい、うん、まあなんか頑張ろうって感じですジュニアの中で本当にこう強い選手たちも簡単にプロテスト突破できないじゃん、うん、日本一になってもプロテスト、はい、通過するか分かんないっていうふうに思っていて、はい、みんながすごく上手くなってるから、うん、その時のコンディションとかそういったものも影響するんだろうというふうに思うけど、はい、早くね合格して、はい、早く合格したいです合格して、はい、なるべく早くねプロのフィールドで戦えるように頑張ってほしいなと思っています。はい、はいはい、ということでね、原田かりん選手です。原田です。皆さん応援よろしくお願いします。はい、あんちゃん今回は参加してくれてありがとうございます。ありがとうございます。あんちゃん世界ジュニア何回計出た？3回です。3回。最初は 何歳から？中2、高2、高3。高3。どうですか世界ジュニアの思い出は？いやめちゃめちゃ楽しかったすごい青春の1ページだよね。いや本当にマジで楽しい。もうだいたいさ、あの当時のやつを見てるとあんちゃんがもうカメラカットでこっち見てるっていう写真ばっかだもんねNASA の優勝した時のやつも大体あんちゃんメインで写ってるからおかしいないやいや良き思い出だよね、はい、どうですか子供たちと一緒に久しぶりに回って。全然精神年齢が同じで超回りやすい。普段の試合で今日の方が良かったりしてるでしょ。今日の方が全然いいですこういう気持ちでやったらいいんじゃない。いや、やっぱり本当になんかもうパザーとか、うん、お先が2メートルぐらいなんですよ、うんみたいな、うんね、お酒2メートル、うん、あ私もそんぐらいでもいいかなってなってきたでしょ。確かにいや忘れてたなこの感覚みたいな感じ。そっかそっか。じゃ あのそういうね忘れてプロになってピュアなイケイケな感じが、はい、思い出せてよかった。本当によかったですまあ後半戦これからねステップが主戦場になる、はい、でしょ、はい、ぜひ頑張ってね優勝して、はい、ね上位に入ればまた来季レギュラーに戻れるチャンスがあるだろうから、はい、しっかり頑張ってね、はい、皆さんあんちゃん応援よろしくお願いします。お願いします。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。